Gotta go see Daigo. The harbor light. What's this one? What's our bond with Sanhi? Not great. At least compared to Zhao. Time to go find Daigo, everybody. Let's do this first. There's one here. Or one behind here. Wait. Oh. Hi, Date. もしもし。伊達だ。ああ、わかんない。いや、さすがに今回穴よきりよ。さやまがこっち来てんな。カオルが。ああ。さっき。Amazing. We will be doing that immediately after this. 同じ視線くぐった戦友だろう。いきなりの話で悪かったな。いや。いや。Let me go see one of the best characters, everybody. よし。取れたぜ。But ironically, Kiryu's best love interest. Oh, this is where Yuki is. Ah. Yuki has not changed at all. She hasn't changed a bit. Just my God, did the exact same thing. It be what it be, man. のキャバ嬢がチラシ寿司屋になってるくらいだな。びっくりしましたか？さすがに驚いた。どうしてまたチラシ寿司屋を？いや、小さくてもいいから自分で飲食店を開きたいなってずっと思っていたんですよね。でも私、得意料理ってチラシ寿司ぐらいなので、どうせなら自分の得意なフィールドで勝負した方がいいって言いますし、だからね。なるほどな。いいんじゃねえか。自分で一生懸命稼いだ金で夢を叶えたわけだ。すごいじゃねえか。で、店はどうなんだ。儲かってんのか。それが全然。チラシ寿司の味には自信があるんですけどね。チラシ寿司とお酒が合わないのかな。どうだろうな。だがお前、伝説のキャバ嬢だったんだろう。当時の客とかを呼べばいくらでも流行るんじゃないのか。いや、それも手としてはわかるんですけどね。なんか主義じゃないと言いますか、違うなと。だって私目当てのお客さんで店が埋まったらチラシ寿司がかわいそうじゃないですか。ママが作るものなら何でもいいよみたいな感じで店を繁盛させるのは、チラシ寿司屋というフィールドで戦う以上違う気がするんですよね。スナックとかそういう接客主体のお店ならわかるんですけどね。私の店はあくまで主役はチラシ寿司なので、人脈じゃなくチラシ寿司の力で流行らせたいんです。なるほどな。雪らしいな。そうですか。ああ、天然で抜けているように見えて、実はきちんとポリシーや熱意を持っていて流されない。
お前らしい考えだと思うぜ。当社員だって10年以上もトップをキープするには時代の流れに乗ることもそうだが、乗らずに流されないことも大事だったはずだ。それができたからナンバーワンで居続けられた。ユキには経営者に必要なそういう軸があるのさ。多分な。そうですか。その怪しい笑い方も相変わらずだな。まあでも結果として全然流行ってないのは事実ですからね。毎日暇で暇でしょうがないですよ。小雪は、ユキさんは毎日スーパーベジー、バイドワイ大変みたいですよとか言ってたぞ。あいつにだって新たな挑戦をしてくるわとか短歌切って出て行ったの、変に心配かけてもあれだし、客がいないの。まあ確かにな。こうやって新しいことにトライできるのも、でも小雪ちゃんは頑張り屋さんだから、頑張りすぎて倒れ。ああ、そうなんだが。え？そろそろオープン初日を迎えるらしく、小雪が一人で奮闘してるみたい。あいつ自身も。そうなんですか？あいつはいつで心配かけたくないんだろう。マジで本当に、キリュウさん、私。小雪が。Don't go help her. I don't know why you weren't doing. Oh my god. People. 困った時にはいつでも私準備してカムロ町に行ってみます。わかっ。よーし。Yes, we have one more to do. You know, when you're not paying attention to it, it is easy to get a whole bunch of these. All right, now the main part. This really is an episode of reunions. Oh, 来たな。もう準備。I'm ready. よし。じゃあ、俺が沖縄に移住して以来だな。だから15年ぶりじゃ済まないか。All right, time to go see Kiryu's best love interest. 出会ったのは確か当時は府警の捜査四課。俺たちは搭乗会に関わる。そして、時限爆弾のカウントダウンが響く中、最後の15年か。そんなになるか。そこまで仕事でこっち来たからお話でも聞かせて。これでもな、急になった。自慢する相手がいなくてよ。15年以上ぶりとはいえ、狭山遠目からでもお前に気づかないとも限らねえ。どうだかな。バカ。捜査の時に使う無線イヤホンとマイクだ。とっこれで会話が拾えるし、そっちから何か言ってくれれば俺に聞こえる。さあ行こうぜ。相変わらず忙しそうだな。こっちにはいつまでいるんだ。あさってにはもう。Everybody's the best character. ええ。ママったらまだ毎晩お店に立ってて、私より元気かも。いいじゃねえか。今のうちに親孝行しとけ。ですね。それにしても、ずいぶんご無沙汰してました。6、7年ぶりですよね。カズマの訃報を連絡いただいたのが多分最後。ああ。いえ、遅かれ早かれ耳に入ったでしょうから。あの人
警察じゃ超のつく有名人だし。まあ大事件には必ずと言っていいほど名前が出てくるからな。そっちにもいるか、桐生一馬黒幕論者。います、います。桐生一馬はまだ生きていて、今も影から社会をコントロールしている。なんて人までいますよ。But he is. そんなことを警察官が言ってるんです。まあ、それだけ直接関わってないやつほど、あいつを伝説化しちまうのも無理はね。ですね。でも、あの人が死んだっていうのは、私もまだ実感ないんです。あんなタフな人、逆にどうやったら死ぬのって、そんな場面ばっかり見てきたから。そうだな。あいつのしぶとさは全く筋金入りだ。本当に。まだまだ仕事一筋か。ええ。少年課に移動したんだってな。ですよね。どんなキャリアパスなのって。志願してのことなんだよな。何か理由があるのか。はい。実は大解散がきっかけなんです。大解散が？はい。大解散の後、堂島大吾たちが関西で警備会社を立ち上げましたよね。モトボーたちの受け皿を作るために。ああ。カズマが生きてたら、多分あの人は古いヤクザの象徴みたいなものだから、ヤクザの後始末にきっと強い責任感を感じていたんじゃないかって。彼らが後始末をするなら、私が警察官としてやれることは予防なんじゃないか、ふとそう思ったんです。若い奴らがヤクザや半グレに落ちないようにする予防だな。それで少年課か。はい。思っていた以上に大変ですけど、やりがいありますよ。それがお前なりの桐生とのつながり方なんだな。かっこつけて言うとそういうことですね。だから今は警察官としての新しい夢を追いかけてる最中なんです。だからそっちに全力で行きたいっていう気持ちなんですけど、どこかでまだあの人を待ってるのかも。うん、一途でいい女だと思いません？うん、あのな、佐山、実はいいんだ、伊達さん。うん、いいんだ。うん、どうして。いや、ほんと、That was depressing. I don't like that. That, oh god, that was really depressing. Arigato ne, Date-san. Mattaku da, kono iro otoko ga. Saima ni wa, nani se yo. Toujou kai yonda kedo yo, Kiryu. Nando demo yuu ze. Horeta onna nara, gamusha, miteru kochi ga yakimoki shiyagaru.お前、そういうことを言うか。 You did it yourself. ありがとうな。容赦ねえな。そうやって好き勝手やってけ。お前にはそれを受け、それを忘れんなよ。Oh boy. Well, now the depression's over. Okay. Here's what I'm actually going to do. I'm going to go over here. Because I want to buy some weapons before we go, because Lord knows what's about to happen.
Like, we could have, like, a boss fight with some of these characters that I just wouldn't know. So, or I wouldn't be prepared.餃子が売っているね。食べていくか。いや、今はいい。それに餃子は自分で包むのが好き。いろいろ考え事をしながら肉種を皮に乗せて包んだ。そうすると思考が整理されて考えもまとまる。なるほどな。まあ、組織や予算など悩みが多いと大量の餃子が出来上がるわけだが。コミジュルが餃子祭りになる時はその日が悩んだ後ってわけか。いい感じだ。 I still want to know why they feel so comfortable bringing back Akiyama as Saejima, but not Tanimura, for whatever reason. Like, what is your deal? Hold up. I could actually Google. Oh! Oh, they can't use his likeness anymore. Why not? What happened? Oh, a drug scandal. Ah, okay. He was innocent, but even still. Alright, well, that explains a lot. いらっしゃいませ. Actually upset. Alright. Guess we're just going back to Julie's gear works. As usual. As is tradition. I can't even find like a... Okay. I need to find... Hold up. How do I get this? Artisan... Oh no. I'm looking for... Oh, I just don't have... In regards to you, Zhao, I just can't really help you out here. We're gonna have to find, let me just Google Zhao weapons infinite wealth. Like, where am I gonna find weapons for this man? So difficult, and for what? Well, there's a pharmacy here. It should sell weapons. So I wouldn't be surprised if it's here. Hold up. I disagree. There is a weapon shop in here. Why? Oh, thank God.
Give me the freaking cane. いらっしゃいませ。 Alright, there's a couple of others that we can go to. For example, I think this would actually be better to find weapons for Zhao. Namba and Psycho are the only ones that have like elements attached to their weapons. So realistically, having an element or Zhao, or just having just a new weapon for Zhao wouldn't do anything. Yeah, this is unfortunate. 前にやっていた3ヶ月連続サメ。チャレンジ精神旺盛な天使ね。3ヶ月もやれるほどサメ映画って数あんのか?あるんだ。サメを舐めるの。すみません。多いと何見ようか迷うよね。何かおすすめとかあるの?最近だと火星人に操られた悪いサメと地球のサメたちがニューヨークで戦うやつだな。王道だがモエル展開だった。王道ってなんだっけ? Some Godzilla BS right there. Yes. For both, new stuff for both of you. I mean, at this point, yeah. And then, here you go. Alright, and the last but not least, we don't really need anything for Psycho, so let's find Julie, see if she can upgrade any of our stuff, and then we'll just dip, right? We'll probably just head out after that. Oh, we have to stop by Survive really quickly, and then we'll head out. I mean, none of these. I'm gonna have to rain check on Namba. How would I even get that? And then Zhao. Yeah, I can't really. Yeah, we'll just leave Namba alone. I have Zhao and Sanhi use their own weapon. Same thing with Psycho. Leave them alone for now. I'm not even gonna do the drink links. I'm just gonna go in and I'll come back and do the drink links another time. Okay. Well, wait, there's a part-time hero. We, of course, have to do this. It's on the opposite side. Hold up. Nan-chan, プリクラ。いや、これ証明写真機だろ。なんだ、残念。でもこれ大きいし、頑張ればみんなで入れるかも。ギリかな。ここで無理しなくても今のプリクラはすごいよ。肌。へえ、面白そうだね。 Oh, she really wanted that grape selfie. I can't blame her. Sheesh. We have to skip past this one, Chief. I don't have all that time. Thank you. Was it what? The world is swag. あと、クレーンゲームもあったね。そう、組み立て式でね、よくできてるんだよ。今はすげえな。そもそもなんでお前はそんなの知ってる?店の常連が子供連れてきて、テーブルで組み、それを俺が手伝ってたの。親父はよくアットホーム。よし。
step in. Actually. Yeah, one thing I absolutely love about Kiryu in this game is that with his the Dragon and Dojima job, it's not even like, you know, you can upgrade his fist. It's like no fist upgrades, straight hands. And you're like, alright, man. Oh, I should. There's one more thing I do need to do, though. That man should not be having a cold. He's already sick enough as is. We are really close to the next awakening level though. Alright, last thing we need to actually do before we go. Product placement, everybody. 'Cause what in the world? Hold on, let me go find Julie. Hold on, where's Julie? Not actually Julie, but man, close enough. Oh, it's the wrong one. Alright. Well, in any case, you know, we don't actually have to head to Survive to heal. Nor do we have to head to Kazuka's apartment. What we can just do is eat. And we also get points for that. Alright. Somebody just left Steel out. Oh, we want to get drunk. We'll find another place to eat. There we go. I didn't have to do that, but I mean, any way to avoid enemies, I guess. いらっしゃいませ. Much better. いただきます。いただきます。スペシャルパンケーキ。思ったよりすごいボリューム。ああ、これは食べ応えがありそうだ。ん？どうした？そういえば前に足立さんに私の買っておいたプリンを勝手に食べられてまだ返してもらってなかったのを思い出した。急だな。それいつの話だ？うん、何年か前だったはず。 サバイバーの冷蔵庫に入れててもらったやつ。随分と前なのに根に持ってるな。まあ食い物の恨みってのはいつまでも残るからな。
俺の知り合いも旅先で勝手に人のクリームパンを食った奴がいてな、未だにそのことを許してもらえてねえんだ。クリームパンでもか。親しき仲にも礼儀ありだ。譲ってほしいものがあれば一声かけるところからだな。その日のケーキに乗ってるイチゴうまそうなんだよな。良ければ一つ。殺すぞ。ダメだった。そりゃそうでしょ。Thank you. We have a whole bunch of. We have a willpower boost as well? Man, we're good. Alright. Now let's go talk to Daigo. And Majima and Saijima. We have not saved in 2 hours. My god. Yeah. What's our level now? 40, 40, 39, 39. I think we'll be fine. I think we'll be alright. Let's just do it. If all goes wrong, deal with it. でも、キリュウさんを一人にするのは心配だからね。ほっとけないよ。ああ、だな。Meanwhile, I'll kill you. こりゃ降るわ。すみません。どのタクシーにも断られてしまって。そりゃそうやって。いくら長距離っつっても。あんな偏僻なとこじゃ帰りに客なんざ拾えんもんやって。ほやけど珍しいの、あの村行きてえなんてやつ初めてかもしらん。なんや兄さんたちテレビかなんかけ。いえ、古い知り合いが住んでいまして、彼らに会いに。The day before. 全国に残存する国土を一斉解散する第二次大解散。今でこそ海老名の方便になり下がってますが、本来は親父の悲願でした。俺はその意志を継ぐために恥を忍んで無所を出た。ですが海老名は俺の予想を超えて清流会を掌握しています。今の俺は四六時中監視下に置かれ、こんな状況を作らないと一人になることもままならない。本当の大解散を成し遂げるには援軍が必要なんです。援軍？ええ、本来なら桐生さん、あなたにぜひお願いしたい。ですがそちらの事情は理解しています。今すぐ再び表舞台に立てとは俺の口からは言えません。だだだだ。その代わりというのは失礼ですが、一つ桐生さんにお願いしたいことがあります。なんだ？堂島大吾、真島五郎、そして西島大河、彼ら極道の伝説的存在に第二次大解散の力添いを願いたい。大吾たち。ええ、荒川の意志を成し遂げるためには彼らの意向が必要だと俺は考えています。東条会と近江の大解散後、彼らは大阪で警備会社を起こしました。
行き場を失った元棒の受け皿としたですが1年も経った頃会社が倒産したんです。それ以来大吾さんたちは消息不明になっています。あいにくだが俺は奴らがどこにいるか連絡先は知らなくても居所の見当はついてるんじゃないですか。桐生さんが彼らを放っておけるとは思いません。彼らを再び表舞台に上げられるのはあなたしかいない。Maybe tonight's the night I finally watch Bottoms. It's on Prime Video. I've been meaning to get around to it. Yasura が姿を消したことは知っている。だが、その理由は本当に知らない。だから、まずはそっからだ。すまないな。明日から数日。街を離れる。I need beat zero first, but yeah. この人も余計物好きやの。言っちゃなんやけど、人が住むとこじゃねえよ、あっこは。Right about that, they definitely aren't in the right minds. 事情があるんだと思います。事情の。まあ。あと二三時間もすりゃ着くけ。お、降ってきたんだ。寒なるぞ、兄さん。積もる話もあるでしょうから、俺たちはここで。すまない。ただ、なるはやで頼む。さすがにこの寒さは応える。ああ。Who's in here? It's the goat! That's my guy! That's my guy! Naya, forget that, no, Kiryu-chan.ご無沙汰してます、真島の兄さん。え、ダイゴ！え、サイジマ！ああ、This is great。お互い。This guy's got a beard。いろいろあったみたいやな。He had one before. Not really, did he? I don't remember.Oh, depressed. Only 2 hours into the stream, by the way. 大解散の宣言式以来やな。もう四年になるか。あんたらは蒼天堀で警備会社を立ち上げたんだったな。ああ。それが今やこの有様や。それよりも桐生さん、お体大丈夫なんですか。ずいぶんやつれたように見えますが。あまり良くない。ガンだ。余命半年らしい。そんな。道島の竜も。
病気には勝てんか。かもな。なら後悔せんようにほれ。たーんと飲んどき。あの世じゃ酒は飲めへんやろ。真島さん、病身の一人そんな。いいんだ大吾、兄さんの言う通りだ。死んじまったらそれまでだ。だから生きてるうちにやれることをやっておきたい。ほなら無駄話しとる場合やないな。Let me turn my light off. I can barely see my screen. こっちの話なんて、それよりもこんな場所は体に触ります。すぐに町に戻りましょう。車なら俺が。Daigo, chill. Daigo, お前こいつと何年付き合うとんのや。キリュウちゃんが人の言うこと素直に聞く玉か。しばらくぶりなもんで忘れてました。そう、俺はいつもこうやって振り回されてたんだった。俺たちの身に何があったかでしたね。世間に負けたんですよ俺たちは。COVID。 少し長話になります。 Or the whole Yakuza thing。 設立には最初からリスクがありました。何しろあれだけ大々的に登場会と近江の解散を宣言した直後の話です。元ヤクザ者が集まった会社として世間の目を引くことは分かりきっていた。それに手を打たないお前じゃないだろ。ええ、ですから立ち上げ前に万全の策を講じたつもりでした。東上会と近江で使えるコネはとことん使ってマスコミやお上に話をつけました。当然相当な金も動かしました。7万人近い区民たちを元坊五年条項で苦しめるわけにはいけませんから、手段は選んでいられませんでした。手段の善悪を俺がどうこう言うつもりはない。だがそこまでやったってのにどこでつまずいたんだ。開業直後は順調でした。徐々に出はありましたが大口の新規顧客も獲得していけた。まあ警備員としてこれほど頼もしい連中もある意味いないでしょうから、区民たちの社会復帰の受け皿として明るい見通しが立てられそうでした。ですが1年も経った時問題が起きました。社員が問題でも起こしたのか。いえ、ネットの告発です。ある動画チャンネルが我々の会社を取り上げたんです。Oh my god, them. 社員が元極道であることや、 Thanks, Chitose, I appreciate it. 裏で行った役所やマスコミとのやり取りを暴露されたんです。まさか、そのチャンネルってんだ。タタラチャンネルっちゅうやつや。カスンがもうやられとったな。裏工作だけやのうて、現場で起きたちょっとした不祥事も、やつは見逃さんかった。それを割ったけ大げさに報じて俺らの悪評を煽り立てたけど、やつが暴露したこと自体は全部本当っちゅうとこが困りもんや。俺たちは真っ当な反論を用意できませんでした。当然顧客は次々と離れていきました。役人どもも我関せず決め込みよって白状なもんやで。それ以来俺たちの行動に世間が目を光らせるようになりました。
思うように動かないことで会社の資金繰りは悪化していったんです。そうなると社員たちの間に広まるようなヤクザ復帰を望む声です。なんせ会長やった大吾に俺らもいる。その気になれば年下のもんが思うのも無理のない話。社員の間には俺たちが登場会の復活を水面下で進めているなんてデマまで広がり始めました。そんなわけで内部もガタガタ、倒産するまで本当にあっという間でした。タタラチャンネルのおかげで世間の目を引いてもうて、内部からはヤクザ復活の夢を抱かれる。どうも俺らは連中が真っ当な人生を歩み始めるにはいたらあかん存在らしい。それでお前らはこんなところに。大解散を本当の意味で成就させるためにはこうするのが一番いい。それが俺たちの結論です。事の経緯は分かった。清流会の鋭備なを知っているか。お前たちから大解散の後を継いだ男だ。表向きはない。ええ、知ってます。会ったことはありませんが、2年ほど前、彼が俺たちを探しているという情報を聞いたんです。清流会の高部が部署に行った頃か。ええ、エビネは高部から第二次大解散を引き継いだものの、全国の極道をまとめ上げられるほどのネームバリューはありません。そこで我々を担ぎ出して広告党にしたかったのでしょう。だがもうお前たちは表舞台に立つ気がなかった。それもあります。ですがもっと気になることがあったんです。海老名の素性を調べたら奇妙な因縁が浮かび上がったんや。海老名は母子家庭の育ちですが、中学の頃に母親を亡くしています。その後養子として引き取られた先で今の海老名姓になるのですが、それ以前の名字は氷川というんです。氷川、うん、海老名の母親の名は氷川百合子。氷川興産の組長の娘です。氷川興産、荒川真澄がいたあの氷川か。ええ、荒川さんが、はあ、氷川百合子と婚約関係にあったことはご存知ですか。確か氷川組長から押し付けられた縁談だったな。はい、しかし荒川さんには心に決めた人、茜さんがいた。ですが荒川さんは組長の意向に正面から逆らうわけにもいかず、百合子さんとも関係を持っていた。ここで疑問が浮かび上がります。 So it's possible the castle has a brother. 海老名の父親は誰か。まさか。あくまで可能性の話ですが、海老名の父親は荒川真澄かもしれません。海老名は春日と同じ年齢です。出生の時期も合う。春日と海老名が腹違いの兄弟だったのか。まさに奇妙な因縁やろ。だがもしそうだとして、あの荒川が我が子を見捨てるとは思えねえ。海老名の出生時期から見て荒川さんは百合子さんの解任を知らなかったのでしょう。そして氷川興産の壊滅後、百合子は
人知れず出産した。ユリコから見れば荒川は父を殺した上に自分と息子を見捨てた男ということになります。その怒り恨みは想像するにあまりあります。その怒りがユリコからエビナに受け継がれたとすれば、エビナは荒川娘を強く憎んでいた。ええ、そんなエビナが荒川さんの意志である第二次大解散を引き継ぐとは考えられませんでした。それでお前らは沈黙を守り、代わりに沢城に白羽の矢が立ったというわけか。おそらくそういうことかと。話はこんなとこやけど、わざわざ昔話を聞きに来たんとちゃうやろ。ああ、お前たちに頼みたいことがあってきた。沢城に力を貸してやってほしい。あいつは荒川の意志を継いで第二次大解散を全うしようとしている。海老名の監視を受けながら清流会でたった一人でな。お前たちが出張ってくれれば、沢城も海老名に真っ向から立ち向かえる。お前たちにとっても第二次大解散はやり残した仕事のはずだ。申し訳ありませんが、それは受けられません。人の言うこと聞かんのはええけど、話くらい聞け。桐生、言うたやろ。俺らはもう表舞台に出たらあかんのや。確かに俺らには人を引きつけて動かす力があるらしい。沢城の側についたとあれば、全国のヤクザの注目は集まるやろ。カリスマっちゅうやつや。自分で言うアホもおらんけど、事実やから仕方ないけどな。それはどこまで行ってもヤクザのカリスマなんや。俺らが連中に見させてまう夢はあくまで極道の復活なんや。あの強かったヤクザ、羽振りの良かったヤクザ、けどそれはもう見せたらあかん夢や。俺たちが連中の社会復帰の旗印になるなんぞ、もう誰も信じひんわ。会社失敗の前科もありますから、海老名の経歴にうさんくさいところがあることを知った時点で俺たちも検討したんです。海老名が第二次大解散を何らかの形で利用しようとしているだけなら、その本当の遂行に俺たちが出張るべきなんじゃないかと。その結論がこうして逃げることだったんです。それがお前たちの責任の取り方ということか。はい、俺たちはもう存在しないことにする。それが一番なんです。なんなら死んでも構わなかったんです。でも死というものはその人を本当の意味で伝説に変えてしまう。桐生さん、あなたを死んだと思っているヤクザたちがなんて言ってるか知ってますか？ほとんど神話の英雄みたいな。I mean, he might as well be, right? 俺たちまでそうなってしまって。 I haven't taken all of this in. This is a lot. 桐生さんにとっての風間神。沢城は、お前たちの力がいるんだ。すみません。
沢城には。あ？あ。邪魔したな。待てよ。今のはどういう。It's so windy out. 言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。ごたく並べて。てめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。俺たちがどんな気持ちでここにいるか、あんたに分かるってのか。さっぱり分からねえな。Because that man's been dead for six years now. このどうした？やるなら相手になるぜ。つまらん挑発に乗るのもしゃくないんだけどな。ムカつくのをこらえるよりはマシや。You're about to fight the... Oh no. Oh no. もったるわ。おい、一体何事？昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。すまないな。もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょう。それに、これ以上待ってたら凍え死んでしまう。So why did you wear a sk- そっちが5人もおるんなら。まあ、ええやろ。俺も混ぜてもらうで。やばいな、これ。このメンツとやり合う日が来るとはね。たく、よそ者がわらわらと。ブスやん。Gets in cutscene. It's like, we finished a boss fight and everybody but Kiryu is down. メイドの土産や。存分に味わっていけや。That's a lot. I see this ending horribly. How did you miss? Should we go Daigo first then? This won't be too bad, I don't think. Yeah, now we'll be fine.You're weak to fire, Majima, man. How the mighty have fallen. Well, okay, well.Unfortunately for the world, we don't have any electrics. The Majima special. The very least, we need to heal up Nanba.
何やと。もうギブアップ。容赦しないぞ。見さらせ。取り切そうや。乾杯。乾杯。Oh my God! Why aren't you there?What happened? What? No! We really need to go for Daigo.It's almost really bad. Zhao did always seem like Majima V2 in some ways. There's somebody missing here. Uh-oh.Oh my God. Please stop. Please don't. It's like, it's time I go all out, but please don't. It's 10 mil, but I'm curious. Oh my God, that's so expensive. Oh, that hit all of them. That actually put us in a really good position, I feel. It really did.Why are there three of you? How have you missed? Who's in the area? Works.
Oh God. Yeah, these don't do as much, luckily. Gradual recovery, I'll take it. Daigo realistically should be first to die, right? If we're being completely honest. Mias. Your smash stat was really strong against Majima. I'm actually surprised I'm doing decently well. All things considering. Let's grab Daigo. Yeah, that did 300 damage, alright. Why is he creating more? I should probably get rid of all of them when I get the chance, huh? Got rid of one. Hey, Namba, my guy, where in the world is Kiryu? Heal that man immediately. I need MP, like right now. Could use that. Where's our stuff? Right now, huh? This is a really cool boss fight, I'm not gonna lie to you. Yet again, that did do 300 damage, alright. Say, leave Kiryu alone. Alright, so we're in counter. He's in counter state. You know, we're not also not in the greatest of positions at the moment. I think Kiryu can realistically take one more hit before I have to heal him up again. So put this on Namba for now. Like, if we're being extremely honest. But I also don't want to take that risk, so here you go. We do have that. Don't forget about that, Kennen. Let's go on Boundless Cheer. Where's Kiryu? Here you are. Counter stance lowered. But he has Spirit back. This boss theme is amazing, by the way. Please put me down. Please stop. Where's Daigo? Huh. I don't have that much money. Sure.
mess. I hate that Psycho is in like death zone over there. Yep, I said it. She's like in there's literally death zone over there. I said that should heal you. The very least half your HP is fine. You get all your MP back, so I can't really complain. She's dead. Oh, she's alive. Nanba needs to get healed next. Where are you, Nanba? At the very least, with Psycho, we can do, Oh my god, we actually have to heal her. Because she doesn't go next, and Majima is really close. Ooh, wasn't expecting that. Alright. Starting to go really bad really quickly. At the very least, Kiryu just needs to not die. Oh, thank god, we can, doesn't even matter, man. I need Nanba to go so I can get rid of these Majima clones. Kiryu took damage from that. I just need the Majima clones, like, gone. Namba's dead. Namba's alive. Somehow Namba survived. Explosive Fury. There's no point, because it's only one. I really need to take down Daigo, like, eventually, right? Daigo needs to die. Go. Sorry. Bad joke. God. Actually, this could work out in my favor. At the very least, get rid of the Majima clone. Right. But when there's one, there's always another. Kiryu should tank a hit.
We've already seen this one a couple of times. Ooh! What's this? Ooh! Oh, this is sick! Ooh, thank God I, didn't die during that. That could have ended terribly. Kiryu. Majima's also on his last legs, though. Which is great. Oh god, Namba died. Alright, well, it's looking like it's over now. Well, now that, now it's over, I want to see what I could have done if, I can at least try to keep ourselves alive. Like 500's good. Kill you alive yourself. I think that'll restore more, right? If I can get Psycho to a point where she's not, like... I think we could actually use this, take this opportunity to revive, Namba. And just like that, Psycho's dead. What I'm saying is, if we can get rid of the Majima. Majima's gonna do his thing. So we're gonna bring back to life somebody. Who do we bring back? We have one more. Psycho.
し出てきたぜ。Alive, Kiryu. Here's our next problem. Saejima has the ability to kill us both. Right, at the very least, if we bring back one of our healers, right? Oh my god. We're straight up using everything in our power. Nanba. Did everything in my power to keep us alive. Namba shouldn't die here. He'll get close, but he shouldn't die. Yeah. We have the ability to bring somebody back right now, so Psycho, you come back, please. He's gonna attack Namba, right? Yeah. We've got ourselves in a really good position right now. Because what we could do is bring back Zhao, and then Magical Concert would heal most of us up. And then we attack Saejima. All of us in one area against Saejima, not a good idea. But at least we won't die, right? Honestly, we do this just to keep it going. I gotta figure out what I want to do because I say we do this, another magical concert. And then get Kiryu a Tauriner. Just so we can do something, right? Pigeon. I missed. Shouldn't kill. But it stuns, oh no. I gotta keep doing this. Once again, shouldn't kill.
But it's actually going to hit Kiryu. I think we're actually going to win this. Alright, now's our job to make sure that Kiryu just has enough HP to freaking live through this thing. And I think we should be fine. Oh my god. An amazing boss fight, but because I didn't listen to the recommended level, this ended up being way harder than it needed to be. Let's go. We did it. Oh, this is such a good boss fight, man. Get down. Oh, flashback to Yakuza 4. Ooh. Oh my god. That was so hard. That was so hard. That was such a hard fight. Oh my god. Oh, we made it through. It was look. I even at some point said I give up. At some point during that fight, I said I give up. Hear me during that fight, said. Nice. Hear me during that fight, said I give up, bro. I accept death. I shouldn't have won that fight. Won through sheer BS and BS alone. I'll take it. Oh my god. I need a moment. きれい事ですよ。それはやってみて。ダメだったらどうするってんですか。その時はその時に考えりゃいい。生きてりゃやり直しも償いもきっとできる。相変わらず甘ちゃんやな。 I swear I stopped breathing like halfway through. わざわざあんたが死にに行くことはないだろう。逆だ、大吾。俺は少しほっとしてる。やっと死ねるんだってな。何言ってんだ、あんた。お前らの言う通り、俺も散々他人の人生を狂わせてきた。 ただでさえヤクザだ。世間に顔向けできる生き方なんてしちゃいねえ。なのに俺ばかり生き残ってきた。だからヤクザの後始末は俺がやる。全部背負って死んでやるさ。 アホ抜かすな、キリュウ。そんな理由で。ほとぼりが冷めたら、お前たちは春日の力になってやってくれ。
ヤクザモンのこれからはきっとあいつが背負っていく。行くな、行ったらあかん、キリちゃん。ここに来たのも本当は最後にお前らと喧嘩してみたかっただけなのかもしれねえな。ちょ、キリュウさん。They help out the last second. They'll be back. Pain. 帰ってきちゃったな。道島大吾に冴島大我、それに真島五郎か。あの人たちが手貸してくれたらだいぶ話。それはそうだけど。でもあの人たちは。まあね。それに。そうだな。おい、あいつキリュウじゃねえのか。ほら見ろ、間違いねえって。本当だ。どうなってる。We've been set up, Chief. こいつをのさばらせたら、俺たちはまた前科者になったって構わねえ。一生動けねえ体にしてやれ。今こいつらを相手にしてるよ。待てやこら。Time to go. Well, somehow we've made it out of that alive. Somehow, some way, we made it out of that alive. Oh my god. いらっしゃいませ。Don't help us out.Let me get to the end. Don't worry. Arigato. Somehow here you lived. Alright. We saving. Oh my god. 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 Oh my god.